はい、皆さんこんにちは、しゅなたんです。今回はですね、まだまだ暑い日が続きますが、もうアパレル業界は結構秋物が出てきているということで、夏コーデからのそれを着回して秋コーデに持っていってみようかなっていうふうに思います。16コーデ結構たっぷりあるので、よかったらぜひ最後までご覧ください。ではまず1コーデ目はこんな感じでございます。まずは夏コーデですね。モノトーンでまとめてみました。このボトムはね、前にスリットとかも入ってるんですけど、実はパンツになっておりまして、履いてても安心できるボトムでございます。タンクトップとキャップはちょっとスポーティーなアイテムだけど、このボトムとバッグとシューズはきれいめなアイテムかなと思うので、バランスを考えながらコーディネートを組んでいきました。はい、じゃあ続きまして、ジャケットとブーツを付け足しました。ジャケットってやっぱり秋は定番のアイテムなんですけど、このチェックのジャケットが色味がとっても可愛くて、ベースは黄色っぽい色なんですけど、青のラインが入ってたりとかして、後ろにこっそり刺繍も入っていてね、とっても可愛いジャケットでございます。足が出るのが気になるわっていう方は、こういうブーツを履くのがおすすめです。では続いて3コーデ目組んでいきたいと思います。次は夏コーデです。これはまあタンクトップにデニムっていうすごくシンプルなスタイルなんですけれども、フレアパンツにすることですごくスタイルアップして見えるかなと思います。とてもシンプルなコーデだったので、バッグはこのチェーンが結構ごつめのインパクトのあるバッグを持ってきました。さっきのコーディネートはタンクトップにミニのボトムだったので、それだとちょっと露出が気になるっていう方は、こういったパンツを持ってきてあげても可愛いのでおすすめでございます。足元はサンダルでラフな感じで組んでみました。ではこれを秋コーデにチェンジしていきたいと思います。ブーツとかも履いてね、チェーンもつけたりとかして、で極めつけはこの鍵編みニットなんですけど、やっぱり鍵編みニットは結構秋はすごく可愛いアイテムで、まあ、鍵編みになっているので、そんなに暑苦しくもなくニットが楽しめます。ゆったりとしたニットになっているので、ちょっと前はインをしてあげて、ちょっと物寂しい感じが私はあったので、腰にチェーンをつけてみました。足元はブーツでね、全力で秋コーデにしております。ちなみにこのニットは私なりの着方がもう一つあって、頭を抜いてあげてこうカーディガンみたいな感じで着ても可愛いんですよね。印象が変わるので、ぜひ皆さんもやってみてください。で色味も全体的にちょっとこうくすんだというか、秋らしい感じのカラーを使っているので、このゴールドのチェーンがすごくアクセントになって、とても可愛いコーデが組めたかなと思います。では続いて5コーデ目組んでいきたいと思います。5コーデ目はですね、ちょっと元気いっぱいな感じのコーディネートになっております。このボーダーのねキャミソールにデニムのショートパンツで、アクティブなコーディネートなんですけれども、ボーダーってやっぱりすごく着太りして見えやすいアイテムだと思うので、避けがちかなとは思うんですが、このキャミソールはこの縁に黒いラインがピッて入ってるので、ボーダーでも着太りもそんなに気にならずに着れるかなと思います。あとタンクトップになっているので、ボーダーの面積が少ないから、ボーダー可愛いけど着太りが気になって挑戦できないっていう方は、こういったタンクトップがおすすめです。H&M だからね、すごくプチプラなので、ぜひ見てみてください。ではこちらを秋コーデに変身させていきたいと思います。やっぱりね、秋コーデって言ったら私ブーツのイメージがすごくあって、今回もちょっとブーツを履いていきたいと思うんですが、上にトラックジャケット、ジャージを重ねてみました。私今季ジャージが結構気になっていまして、海外のストリートコーデとか見てると、こういったジャージを普通の普段のコーディネートに取り入れて、とっても可愛いコーデを組んでる外国人の方も多くて、私もそのコーデやってみたいなと思って、今回こちらのジャージを、まあ、これはね私が作ったやつなんですけれども、これを合わせてみました。ジャージはやっぱりちょっとオーバーサイズなものが使いやすいかなっていう風に思います。ミニのボトムと合わせた時もすごくバランスがよく着れるので、ちょっとこう枯れ服みたいな感じで、女の子はとっても可愛く着れるんじゃないかなと思います。7コーデ目もですね、ジャージを使ったコーディネートなんですけれども、実はさっきのジャージもセットアップになっていまして、今回のこのジャージはカラバリのこちらカーキなんですけれども、サイドにラインが入っていて、結構足が綺麗に見えたりだとか、セミフレアのシルエットになってるんですよ。なので結構綺麗めな感じでも着ることができて、だけどサイドにラインが入ってて、ジャージっぽい要素もしっかりと残ってるから、すごくバランスのいいパンツになっております。なのでシンプルなタンクトップを合わせてみました。このコーデは全体的にラフなアイテムばっかりだと思います。サンダルだし、ジャージのパンツだし、アメスリだしっていうので、だるぎに見えがちなんですけど、やっぱりこのパンツが綺麗めな印象もあるので、うまくバランスが取れたかなというふうに思います。このパンツはせっかくセットアップなので、セットアップでね合わせていこうと思うんですけれども、あ、でそうそう、このパンツなんですけど、ちょっと私今丈が足りないと思うんですが、これサンプルのものなので、もうちょっと本当は丈が伸びます。そうなので、ちょっとチンチクリンな印象なんですが、今はご了承いただければと思います。セットアップなのですごくコーディネートも簡単だし、今回スニーカー合わせてますけど、なんかブーツでも可愛いと思うし、ローファーでも可愛いし、サンダルでもいいと思うし、靴の合わせで結構いろんなスタイルが楽しめると思います。配色がめちゃくちゃ可愛くて
ってもお気に入りのジャージができました。では続いて9コーデ目作っていくんですけど、9コーデ目もちょっとこのパンツを活かして組んでいこうと思います。さっきはねジャージのセットアップだったので割とまあラフな印象な感じのコーデだったと思うんですが、またこのパンツを使って今度はちょっと綺麗めなコーディネートを作っていきました。ブーツインしたりとか、トップスもちょっとこう女性らしいカットアウトのデザインが入ったトップスを持ってきてあげて、髪もまとめたりとか、バッグもこういったちっちゃめのバッグを持ってきてあげて、本当にまた雰囲気がガラッと変わったかなと思います。今回のコーデは全体的にめちゃくちゃ色味が秋っぽくてとってもお気に入りのコーディネートです。なんか秋コーデ楽しみたいけどまだ暑いっていう時は結構こういう色味からチャレンジしていくといいかなと思うので、私も結構ね秋の初めとかちょっとまだ暑いなっていう時は秋色を使ったコーディネートをよくします。では続いて10コーデ目でございます。今回デニムのコーデなんですけれども、デニムのベアトップ前にも紹介したんですが、ザラのやつで、これがめちゃくちゃ可愛くてもうほんとザ夏コーデっていう感じですよねめちゃくちゃ夏。このバッグもねすごく可愛いイエローのバッグを持ってきてあげて、やっぱりこういったカラーものって結構夏のイメージが私的にはあるので夏コーデとも相性がバッチリだと思います。でこのパンツは結構オーバーサイズだし長めなパンツなんですけれども、サイドにラインが入ってたりとかスリットが入ってることで結構スッキリ見えるのでもたつかず綺麗に履けるかなと思います。ではこちらを秋コーデに変えていきたいと思います。今回もねジャケットを使ってコーディネート組んでみました。やっぱりジャケットを使うってなると結構綺麗めな印象が出ると思うので、足元もローファーにしてみました。さっきのデニムのコーディネートは結構カジュアルな印象があったかなと思うんですけど、デニムを使ってるけどやっぱりジャケットを着ることで一気に綺麗めな印象がプラスされるので、ちょっとなんか綺麗めなご飯屋さんに行くとかっていう時も全然着れちゃうコーディネートかなって思います。そうだから私ジャケットめちゃくちゃ好きなんですよね。スウェットとかにも合わせたりとかよくするんですけど、カッチリ感が出るのでとってもおすすめのアイテムです。では続いてまたパンツをね活かしてコーディネートを組んでいきたいと思います。今度はトップスを本当に秋仕様なトップスに変えてみました。このリブのね長袖のトップスなんですけど、これ結構袖丈が長めになっているからとっても手が長く見えるので、こういったトップスを選ぶときは割と袖の丈に着目して選ぶといいと思います。でホワイトなんですけどちょっとオフホワイト気味になっているので肌なじみも良かったりとか、ヘンリーネックになっているので前のボタンをちょっと開けてあげるとよりスッキリして見えるかなと思います。秋の初めとかこういったトップスがあるとめちゃくちゃ万能に使えるのでとってもおすすめアイテムです。では続いて13コーデ目に移っていきたいと思います。早くも13コーデ目です。めちゃくちゃ喋ってるなはい、13コーデ目はねちょっとこのキャミソールのワンピースを着ていきたいと思うんですけれども、これがね可愛いんですよ。このワンピース本当にお気に入り、まあ、今回のコーディネートも1コーデ目と同じ感じでモノトーンなコーディネートを作ってみました。でこのキャミワンピがやっぱり女性らしい印象が出るので、キャップとかスニーカーを合わせてあげてちょっとこうカジュアルダウンさせてきてあげるとより日常でも着やすいかなと思います。でやっぱりこのスリットが入ってることでね本当にすっきり見えて、で歩きやすいし女性らしい印象も出るし、今季は本当にスリットワンピが結構多く出てたりとかもするので、ぜひぜひ皆さんもトライしてみてください。今回スニーカー合わせてるけど本当にローファーだったりとかブーツとか何でも合います。そうだからちょっと次は秋コーデブーツを使っていこうと思うんですが、こういったウエスタンブーツともめちゃくちゃ相性が良くて、やっぱりスリットが入ってることでもたつかないのでブーツ履いても足も結構すっきり見えてると思います。で今回はこのキャミワンピにジャージを合わせてみました。さっきのジャージなんですけど、キャミワンピのこの綺麗めな感じとジャージのちょっとこうラフな感じが意外と可愛いんですよ。私ミックスコーデだから本当に大好きなんですけど、女性らしいアイテムにユニセックスで着れるようなアイテムを合わせてあげて、ちょっとあざといですよねこのコーデ肩も落としちゃったりとかして、ちょっとあざとめなコーディネートかなと思うんですけど、綺麗めすぎずバランスの取れたコーディネートかなと思います。バッグはちっちゃめのバッグを合わせるとバランスが取りやすいです。では続いて15コーデ目移っていきたいと思います。15コーデ目はちょっとねミリタリーな感じのコーディネートにしてみようと思うんですけど、まあ、さっきも言ってたように秋始めとかまだ暑いけど秋楽しみたいっていう方はこういったアースカラーみたいな結構秋色な色だと思うんですけど、こういうものを使うとちょっと秋感が出ておすすめです。このタンクトップがとっても肉厚でねめちゃくちゃ綺麗なんですよね形が。でこのミニのねベージュのスカートもミリタリー感が出て、このトップスともとっても相性がいいです。でベージュとカーキだととても統一感はあるんですけど、色がちょっとぼ
やけちゃう気がしたので、ベルトをブラックのベルトにして引き締めてみました。これが意外とアクセントになると思うので、こういったベルトとかもね、うまく活用してあげると可愛いと思います。じゃあ秋コーデ作っていきます。またちょっとジャケットをね合わせてみてるんですけど、こういったミリタリーコーデにも結構合うんですよね。そうで、ブーツも合わせてあげて、本当に秋真っ盛りな感じのコーディネートでございます。私このコーデめっちゃ好き、本当に秋色が大好きで、とってもお気に入りのコーディネートができました。やっぱりジャケットがちょっとオーバーサイズだから、ミニの元々もめちゃくちゃバランスよく履けるようになっております。はい、ということで最後まで見てくれてありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ではバイバーイ。